シャーロット・ランプリングは、イギリスの女優、歌手。父は、ベルリンオリンピック 4X400 メートル、リレー金メダリストのゴドフリー・ランプリング。イングランド・エセックス州、スター・マー出身。父親は、ゴドフリー・ランプリング。母親は画家。イギリスとフランスで教育を受けたためもあり、語学が堪能。ロンドンで秘書として働いていた時にスカウトされ、モデルになり、 その後演技の勉強をして女優になった。ヘルムート・ニュートンの撮影で芸術的ヌードを発表したこともある。イタリア映画、愛の嵐で見せた上半身裸にサスペンダーでナチボーをかぶって踊るシーンはあまりに有名である。活動が一時低調であったが、フランスの新鋭フランソワ・オーゾン監督に起用されるなど、再び注目を集めている。2015年、 ヨーロッパ映画アカデミーから生涯貢献賞を授与された。同年公開のサザナミでベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞。またこの作品で女優生活51年目にして自身初のアカデミー主演女優賞ノミネートを果たした。作曲家のジャン・ミッシェルジャールなど結婚歴が2度あり、2人の実子と1人の義子がいる。姉のサラの死は、 30年以上にわたって自殺であることが母にも伏せられ、父とシャーロットのみの秘密とされた。ビジネスマンのジャンドエルタッセと15年ほど婚約しているが、結婚する意思はないと語っている。ありがとうございます。